はい、どうもこんにちは。世界史漫画講義の補正です。さあ、交流四つのね、第2話になります。後期帝と三藩の乱ということでお話を進めていきたいと思います。はい、目次今回一つね、後期帝と御三家といった内容で、講義を始めます。今回は一つです。さあ、こちらですね、中国、その悠久なね、長い長い歴史を誇る中国ですけれども、最も偉大な名君は誰かと言われたらね、真っ先に名が上がるのがこの後期帝になります。17世紀末から、18世紀秦王朝の極盛期を迎えるにあたって、その基礎を築いた人物なんですね。はい、同時代のね、フランス人宣教師のブーヴェによると、当時絶対王政期、最盛期でありました君主ルイ14世や、あとはロシアのピョートル1世以上のね、君主である、偉大な君主であるということでね、最高の評価が与えられている人物ですね。ちなみにこのインドのアウラングゼーブ帝とも、このね、治世は被ってきます。はい、このね、後期帝ですが、61年にも及ぶ長い長い統治期間でしたけれども、その前半というのはね、まさに危機の連続でありました。その幾多もの危機を次々と乗り越え、世界で最も、高い評価を与えられるに至ったわけですね。はい、第4代後期帝、愛新覚羅元雍ですね。さあ、じゃあ授業の中身に入っていきたいと思います。さあ、前回の授業でありましたこの秦王朝ですね、中国の東北部にいる、満州族が起こした王朝になります。このね、中国の大多数を占める漢民族、ね、と比べるとね、まさに異民族、異的なわけですよね。そんな彼らですけれども、漢民族出身の将軍御三家の、協力のもと、この中国全土の平定を見事成し遂げたわけですね。さあ、この御三家ですけれども、象徴的な人物です。というのは、大多数、圧倒的大多数を誇る漢民族に対する支配で、この少数の満州族はこの漢民族をうまく懐にね、取り込んでいかなければならないわけですよ。そうするにあたって、その中で最も多大なる功績を挙げた人物の一人である、この御三家を重用することによって、私たちは、あなたたち漢民族を、決してね、ないがしろにはしませんよというね、共にね、統治を進めていきましょうというね、象徴的な人物になるわけですよ。さあ、このようにして、御三家をはじめとして、建国というか中国全土の掌握に多大なる功績をね、挙げた人物ですね。この彼らには破格の待遇を秦朝側は与えることになります。まずこの御三家ですけれども、雲南地方ですね、この雲南地方、この広大な地域を、お前にやるというんですね。この地域を王として、ね、平成王として、統治しなさいと。こちら昭華期という人物、昭華期には広東の地方、ね、平南王と言います。そしてこの、高啓蒙には福建省を与えるという、このようにして、広大な法度、そして満州のね、愛新覚羅一族の男子に与えられる王の称号を、彼ら漢人の、漢民族の将軍たちに与えていくわけですね。彼らを総称して三藩と言います。さあ、この三藩の勢力なんですけれども、やがてこの秦王朝が中国全土を掌握して平和な世が訪れると、これね、彼らが徐々に目障りな存在になっていくんですよね。独自にこうチベットと交易したり、そして南海の出口を持っているこの消火器などは、莫大な富を蓄えていくわけです。さらにね、中国のね、中国のというか、秦王朝からも毎年軍事費ということで多額の給金を支払われている身なんですよね。さあ、この彼ら三藩勢力に対する対応というのがね、これ非常に重要な問題になってくるんですよね。というのはね、これ
中国の歴史を、まあ、勉強した人はよく分かっていると思うんですけれども、この前例多数あります。これ周という王朝が採用した封建制ですよね。一族の血縁者や建国に多大なる功績があった後進たちにこの地方をね統治させるわけですよね。はい、この地域なんですけど、まさに国の中にねこう国がある状態です。この地域に関しては、とにかく干渉しないわけです。人事権だったり、あとは、軍隊の権限だったり、あとは徴税権、行政権などにわたって、彼らに大権を与えるわけですよね。大きな権限を与えるわけです。ところが問題もありました。これね、一族、たとえ一族のものでも世代を経て血が薄まってくると、この中央のね、この王朝に従わない、反旗を翻すということが起こったりします、ね、最初のうちはね、万歳万歳万万歳とか言ってね、あなたに忠誠を誓いますっていうふうに言うんですよ。でもね、徐々に力を蓄えて強大化し、やがて中央の権力をもしのぐ、そういった力をね蓄え始めて、はい、この中央の政権に立ちはだかってくるんですね。さあ、実際いい例がありますね。というのは、封建制を最初に採用した周王朝です。はい、周王朝の、末期ですね、戦国時代と言います。紀元前403年からですね、戦国の七雄、ね、漢、魏、趙、燕、青、蘇、秦、これらの七大国というのはもはや中央の周の王室には従わない、ね、もはや有名無実化した、彼らの意向は、全く無視して、自らの所領を拡大し覇を競い合うというね、そういった時代でありましたよね。この周王朝というのは、この戦国時代の最中、まさに紙くずのようにね、消え去ってしまうわけですよね。さあ、こういった歴史の前例を学ぶ王朝は、徐々にね、中央集権化を進めていくんですね。地方の勢力を次々と中央に吸収していく、ね、統合していくわけです。はい、するとやられる側もね、当然指をくわえて黙っているというわけにはいかない。この前漢王朝の時代には、この蘇という国、そして呉という国が中心となって、中央の政権に反旗を翻すわけです。これが呉蘇七国の乱ですね。さあ、さらに、最近のというか、ちょっと最近じゃないけど、1399年から1402年までの間に起こった西南の変であります。はい、西南の変、明王朝第2代皇帝、建文帝の時代ですね。彼はこの臣下たちの勧めに従って、同じくでセオリー通り中央集権化を進めるんですけれども、そこに立ちはだかったのが彼のおじさんである燕王、この北京のあたりを燕と言いますけれども、燕王朱棣という人物ですね。彼はこの若年のね、こう若造に潰されてたまるかよということで、中央から派遣された大軍を次々と打ち破り、首都南京を攻略してしまうんですね。明王朝ね、初期はこの南京に都を置いていました。さあ、そしてね、この行方不明になっていた建文帝をね、差し置いて、自らなんと、皇位を継承してしまうんですね。第3代皇帝として即位してしまうんです。帝位を簒奪しちゃう、奪い取ってしまうわけですね。これがあの永楽帝ですね。はい、このようにして、中国の、歴史を顧みるに、中央集権化を進める、政権側にとって、必ずね立ちはだかってくるのが諸侯ですね。この諸侯たちをどう処理するかっていうね、これによって王朝の命運が分かれていくと言っても過言ではないですね。もはや中国の歴史法則と言っても過言ではないんでしょうか。さあ、新王朝の側も当然例外ではないのです。さあ、このような難しい判断をですね、この後期帝は迫られるわけですよね。で、ついに、周りの反対する軍臣たちを、押しのけてね、ある決定を下すんです。こんな出来事が、発端となりました。はい、
平南王、この関東の地域を与えられた小夏季ですね、彼はですね、老齢になりましたので、私、これまでね皇帝陛下に、新王朝に長らくね忠誠を尽くしてまいりました。この度隠居いたします。故郷のリャワトンでね静かに暮らしたいと思います。家督は息子に継がせますということをね、新朝側に申し出るわけですね。はい、すると皇帝邸から返ってきた返事というのは、ね、今までね、長らく忠誠を尽くしてくれてご苦労であったと。この度関東省に関しては、まあ、関東に関してはね、この地域に関してはお前の代を最後に、取り潰しにする、鉄板にするというふうに言うわけですよね。さあこれはねびっくりしちゃうね、この両サラの二人ですね。というのはですね、この両者、まあ、御三家特にね、この彼らというのは当然ですけども、この所領、自分たちの所領を、ね、子供、ね、孫、その孫へと、もしくはね一族の血縁者にこう世襲していきたいわけですよね。今の地位を受け継いでいきたいわけですよね。でそれをこれまさに、否定してますよね。完全否定ですよね。この小夏季がこのような待遇になったということは、当然彼らが、もうおじいちゃんになっちゃったので引退しますとか、もしかして死んじゃったとかなってね、この今の位を継ごうとしてもそれは認められないということですからね。この三藩の存続は一代限りということをね表しています。さあこれをね、用意どんにしてね、御三家というのは新朝の、領土内に侵攻し始めていきます。はい、やがてそれは全面攻勢へと発展していくんですね。これが世に言う三藩の乱っていうんです。さあこれね、あの御三家がね、抱えたスローガンなんですけれどもね、彼はですねこの決起するにあたって、まあ、挙兵するにあたって阪神復民、そして肝心王朝の復活、共に野蛮な、ね、異民族を追い払うぞっていうふうにね、言うわけなんですけれども、ちょっとお前待てやとかって感じですよね。お前よく言ったなって感じです。これね、まず阪神とか言ってね、まずそもそもおめえがね、最初この三階さんをね、三階館をね、どうぞって新王朝取ってくださいって言ってね、招き入れたわけですね。異民族を招き入れて、やがて中国全土をね掌握させてしまったわけですよね。さあそのお前が言えた口かよって感じです。しかもね、福民とか言って、この人ですね、明王朝の、こう皇族ですね、皇族、新王朝に従わない皇族をね、こうミャンマーのビルマまで、まあ、ビルマですね、ビルマまで追い詰めてね、こう殺しちゃったりしてますからね、このどの口が言ってるんだこれって感じです。はい、というわけでですね、この御三家のこのスローガンですね、あの小さい勢力がね自分よりも力が強い勢力に戦う時にはね、まあ、利害関係とあとは大義名分っていうのが必要ですよね。ところがこの御三家はね大義名分ないよねこれね、もはやありません。それどころか自らね明王朝の、血縁者皇族をね擁立することすらありませんでした。彼は晩年ね自らね皇帝を名乗ってるんですよね。私が中華皇帝であると、中華皇帝を目指すというふうにね、高らかに宣言し即位していますので、まあもうそもそもこう矛盾があるわけですよね。はい、というわけで、このあまりある矛盾、当然人々の心は、掴むことはできませんでしたね。はい、こういった経緯もあって当初最初はね、快進撃を続けたこの三藩勢力なんですけれども、内部分裂を引き起こし、やがてね、その勢力は徐々に後退を始め、消滅させられてしまうわけですよね。これが三藩の乱です。新朝の勝利で幕を閉じることになりました。さああとちょっと加えるんですけれども、このね三藩勢力とね一時ね提携して戦った勢力があるんですね、この台湾ですね。さあ緑色で印がしてあったと思いますけど、これはね鄭一族です。はい、鄭一族は明王朝の皇帝を擁立し、長い間ね、阪神運動をずっと続けていたんですね。もうどっからどこかと違うわけですよ。
さあこの、鄭成功という人物がいますけれども、彼はですねこの台湾に拠点を移すことになります。当時この台湾を支配していたのはオランダ東インド会社でしたね。彼らの、根拠地であったゼーランディア城を攻め落として、オランダ勢力はこの後インドネシアのバダビアまで後退してしまうことになります。さあ彼らですね、もともとこの鄭成功のねお父ちゃん、鄭氏龍の時代からね海賊として活動していたことがあるんですよね。ですので海戦にめっぽう強い。一方この清王朝というのは、もともとね、北方の騎馬民族出身ですので、陸戦は慣れてるけれども海戦に不慣れなわけです。こう次々とね軍を派遣するんですけれども毎回このね鄭一族のね、戦団にはね、もうこってんぱんにやられていましたね。はい、あそうです、これねこのね鄭一族なんですけども、この鄭成功のお父さん、さっき出てきた鄭氏龍という人物は中国人なんですけども、お母ちゃんがね、日本人なんですね。これね、そういった意味しか分かりませんけれども、当時の、日本を支配していたのは、徳川政権ですね。徳川政権、江戸幕府に対して、5回ほどね、援軍を、打診しているんですね。明王朝の支配の正当性を訴えて共に清を討とうではありませんかというふうにして書状を送っているんですが、当時ねこの海外の情勢をつぶさに調べ上げた江戸幕府はこの争いに介入することはありませんでした。まあ、この清朝側の方が有利だったわけです。はい、というわけでですね、もし日本がこう介入していたらまた何かね違う歴史があったのかなというふうにも思いますけれども、そうはいきませんでした。はい、あともう一個はね、この台湾の、この鄭一族ですけれどもね、この鄭一族ですが、この大陸の清王朝に対して、大陸反攻作戦を、行っていったわけですよね。こういった彼らの姿勢、この鄭一族の姿勢というのは現代の、台湾の人々の、まあ、中華人民共和国側ですよね、共産党側に対しての、精神的なね、まあ、一つの素養となって、現れているという、ね、本を読んだことがありますね。はい、はい、じゃあね、こういった形で、反攻を続けている鄭氏台湾でした。はい、普通に攻めると、彼らの海軍によってやられてしまいますので、この綱紀艇は一計を案じることになります。旋回令ですね。この沿岸地域の、人々を強制的に内地に移住させていくわけです。であとは解禁策、貿易、海外との貿易を一切禁止するんですね。さあこうしてしまうとこの台湾というのはですね、この中国本土、このね大陸の方面とあとは諸地域との、交易、これはね中継を担う地域にありましたので彼らの経済基盤になりますね。それをもろにこの2つの政策が圧迫するわけですね。こうして見る見るうちにこの台湾は痩せ細ってしまうわけです。はい、こうして、この鄭氏台湾ですけれども1683年降伏してしまうことになります。はい、というわけで、この綱紀艇の治世ですけれどもね、数々の障害ありましたけれども次々打ち破っていきました。外政面では他に、1689年ロシアのピョートル一世とね、締結することになったこの国境確定のね条約ですけれども、ネルチンスク条約と言います。これは、後々重要な条約になってきますのでまた改めて説明をしたいと思います。あとは外モンゴルで、起こったねこのガルダンハンですね、ガルダンハンの、勢力ですね、これを、自ら、軍を率いて打ち破ることに成功しています。はい、他に内政面では地底銀製の導入やあとは治水関係で多大なる功績をこの綱紀艇は収めることになるんですね。はい、彼の治世、この綱紀艇の後ね、雍正帝、そして乾隆帝と約130年間この清王朝というのはますます発展を続けやがてね極盛期を迎えることになるわけです。はい、というわけでね、綱紀艇を勉強していきましたけれども、この後期権力期間、この栄光に満ちた統治を清王朝は続けるわけです。ところが
これ、乾隆帝の末期からですね、その支配は徐々に揺らぎ始めることになるんです。で、やがて、秦の始皇帝から始まった2000年間にも続く皇帝専制支配の歴史ね、皇帝支配の伝統とも言っていいでしょう。その伝統がですね、まさに根源から、なくなってしまう、根源から揺らぎ、そしてその伝統はね、この秦王朝を最後に途切れてしまうわけですね。さあ、このあと秦王朝に一体何が起こったんでしょうか。また続きの講義でお話ししていきたいと思います。はい、では、これは次回に続くということになりますね。今日はどうもお疲れ様でした。